岩倉のの海外視察その詳細をひも解くどうも本を読んだら最高の景色福沢です突然ですが皆さん岩倉施設団をご存知でしょうか1871年明治4年11月12日岩倉智美をトップとする施設団が日本を出発しましたサポートとして大久保利道、伊藤博文山口増加木戸孝義の4名がつきさらに留学生やスタッフを含めると総勢100名を超える大施設団でした のの目的は不平等条約の改正に向けた予備交渉幕末に欧米と結んだ不平等条約を改正して各国と平等な関係を結ぶことは明治政府の最重要課題だったのですしかし最初に訪れたアメリカでこの交渉が難しいことを知りますそこで施設団の目的は各国の産業や軍隊文化の視察に切り替わりました新しい国づくりを始める明治政府にとって欧米の進んだ制度を学ぶのも大切なことでした視察旅行は約2年に及びますがその経験から日本の近代化が始まったのです とここまでが教科書的な説明ですが施設団の2年間は実にドラマチックなものでした各国から手厚い接待を受けながら最先端の文明に触れました晩餐会のスピーチで岩倉と美みが火災を浴びる場面もありましたそこで今回はこちらの本を参考に教科書では描かれない施設団のヒストリーを紹介します志季貴重著維新直後の欧米施設岩倉施設団は何を見てきたのかです 四季先生は社会科の元高校教諭歴史ノンフィクションの作家でもあって8冊の本を出版しています日本史のプロフェッショナルである先生ですこの動画では岩倉施設団のアメリカでのエピソードを紹介しますどんな歓迎を受け交渉はどう進んだのか教科書にないお話を紹介するのでぜひ最後までお付き合いください1872年12月6日23日の船旅を終えて岩倉施設団はサンフランシスコに上陸しました一行の泊まるホテルには歓迎の挨拶のためサンフランシスコ市長や各国の領事たちが訪れました 1>, 1週間後の12月14日岩倉、大久保伊藤、山口木戸の5名は地元の写真館に行って写真を撮りました岩倉だけがちょんまげに和服姿のあの有名な写真ですその日の夜施設団を歓迎する大パーティーがホテルで開かれました集まった人々は300人色とりどりの花輪が飾られ日照期と正常期を交差したものが周囲を囲んでいますメインテーブルには施設一同と市長州知事軍の将校たちが付き楽器隊の演奏の中食事が進められましたそして食事が終わると施設団によるスピーチです 伊藤博文は英語でスピーチを行いました我が施設の目的は文明のあらゆる側面を勉強することにあります寸貨を惜しんで勉学し急速に発展せんことを絶望しているのであります我が国旗にある赤い丸は今まさに洋上に登らんとする太陽の象徴でありますその太陽は今や欧米文明の中点に向けて躍進しつつあるのです当時日の丸の意味が欧米人に正しく理解されていなかったことからスピーチは大評判でした その後、一行は大学や金の採掘場、キリスト教の礼拝堂などを視察して、アメリカの政治の中心地、ワシントンに向かいました。到着後、まず向かったのは、アメリカの国会議事堂、キャピトルヒル。式典が行われ、岩倉がスピーチを行いました。我々は開花を求めてアメリカにやってきて、それを統治に見出して喜んでおります。日出る帝国から日が昇る東方へ旅を続けながら、我々は日ごとに新しい日の出を目にしております。日本政府は文明開花の政策を取ることの重要性を十分に認識しています。 スピーチが終わると万雷の拍手と歓声が群衆から沸き起こったと本に記されています日本の近代化の決意をアメリカ人は心から応援してくれたのですさていよいよ一行は日米会談に臨みます一行はアメリカ国防省を訪れ外交問題を話し合いましたこれが第一回の日米会談ですしかしこの会談は予期せぬものとなりました日本側が急遽条約改正を提案したのです 実は日本側は条約改正の本交渉をしたりまして調印まで持っていくつもりはありませんでしたところがアメリカ側の好意と熱烈な歓迎を見て条約改正まで持っていけるのではと思うようになったのです本では宮永隆市長 アメリカの岩倉使節施設団から日米のやり取りが紹介されています施設は討議のみを行う権限が有されているのかそれとも条約に調印する権限も有しているのか我が施設団は条約原案に署名する権限を有しております天皇の親書にはその権限について触れられていませんただ討議する権限についてのみ述べております私どもが望むのは条約改正に際して検討すべき点を討議することですもしこれらの議事が日本政府の承認を得られれば私どもは署名するつもりです条約のいかなる部分を改めたいのか 改めたい情報は数多くありますが重要なものを挙げると1日本政府は自由裁量により関税を定めることとする1領事裁判所並びに裁判権を規定する条項を改める1外国軍隊の日本上陸を禁ずるそしてアメリカ側が出した答えはこうでした施設には条約を取り結ぶ権限がないので何時であるさらに絶好のタイミングとばかりにアメリカ側から要望が出されました1日本のどの港にも有効できること 1, 1日本人と外国人が小取引できること1出版信仰の自由を認めること1日本国内を自由に旅行できること1キリスト教の信徒を保護することどうやらアメリカはもともと条約改正で日本に譲歩するつもりはなかったようです逆に新しい要求を日本側に突きつけてきましたその後大久保利美氏と伊藤博文が日米を往復しながら10回も会談が開かれましたが物別れに終わりました本ではこの時期の条約改正は時期尚早だったと記されています その後一行は、施設団の目的を文明の視察に変更し、ヨーロッパ11カ国を巡ることとなったのです。施設団は条約改正という目的に関しては成果は上げられませんでした。しかし、欧米文化に触れて近代化の必要性を自覚したことが、明治政府が近代化を進める要因となっていきます。国内では食産工業政策が進められ、憲法制定や国会開設も実現しました。さらに日本は長らく鎖国状態にあったため、外国人との交流自体に意味がありました。 アメリカ最大手の新聞社ニューヨーク・タイムズはこんなことを記事で書いています日本の紳士たちは英語を上手に話し礼儀正しく人当たりも良い彼らは軍事商業機械など抜け目なく観察するしかし景色となるとあまり好まない施設さんが観光よりも文明の視察というミッションに熱心に取り組んでいたことがうかがえます本ではイギリスやドイツなどヨーロッパ視察の内容も細かく紹介されています彼らはそこで何を感じたのか視察旅行を追体験できるのでぜひご一読ください さて、これで今回の動画は終了ですもっと知りたいと思った方は概要欄より Amazon に飛んで電子書籍か Audible でお楽しみください Kindle 会員なら読み放題なのでお得ですそしてコメント欄から感想をもらえると嬉しいですお待ちしてます最新の動画を見逃さないためにチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします本を読んだら最高の景色福沢でした